木村翔は、日本のプロボクサー。元 WBO 世界フライ級王者。青木ボクシングジム花形ボクシングジム所属。入場テーマ曲は、竹原ピストルの、ホーエバーヤング、埼玉県熊谷市出身。埼玉県立本城北高等学校卒業。中学校3年から、熊谷小坂ジムでボクシングを始める。 高校1年時にインターハイへ出場するも、2年時には、ボクシング部を辞めて、競技からも離れた。23歳でボクシングを再開し、プロ入りを目指す際に、熊谷小坂ジム会長から、青木ジムを紹介され入門する。2013年4月22日、高楽園ホールで、王子翔介とプロデビュー戦となる 50kg 契約4回戦を行い、 初回1分15秒小負けを喫した。2014年9月26日、高楽園ホールで行われた第71回東日本、新人王戦のライトフライ級準決勝で、国母里氏と対戦し、4回1から0の判定で、引き分けたが規定により決勝進出を逃した。2015年5月26日、高楽園ホールで行われた、弾丸 B 級、 トーナメントライトフライ級決勝で、金子智之と対戦し、5回3から0の判定勝ちを収め、弾丸 B 級トーナメント優勝を果たした。2015年9月17日、高楽園ホールで行われた弾丸139で、成塚亮とライトフライ級8回戦を行い、6回終了 TKO 勝ちを収めた。2016年2月29日、 高楽園ホールで行われたスベンソン・エキサイトボクシングでテラジ・コウユキとライトフライ級8回戦を行い3回2分21秒 TKO 勝ちを収めた2016年5月12日高楽園ホールで行われたダガン160で内野大可能と 49.5kg 契約8回戦を行い5回1分45秒 TKO 勝ちを収めた 2016年11月23日、住吉スポーツセンターで、日本フライ級12位の坂本正宏と WBO、アジア太平洋フライ級王座決定戦を行い、12回、2から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年5月13日、香港コンベンションエキシビションセンターで行われた、デフフヒグッドナイトで、 サックシットチャイオンジムと対戦し、2回2分11秒小勝ちを収めた。2017年6月8日、同年7月11日に、元 WBA 世界ミニマム級王者のクワンタイ、モ紋戦と WBO アジア太平洋王座の初防衛戦を行うことが決定した。2017年6月27日、同年7月28日に、 上海で WBO 世界フライ級王者の数指名と対戦することが決定したため、上日のクアン対戦は中止となった。2017年7月28日、上海オリエンタルスポーツセンターで WBO 世界フライ級王者の数指名と対戦し、11回2分28秒 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。日本の男子ボクサーが海外敵地で、 世界タイトルをダッシュするのは、1981年11月7日に、三原忠氏がアメリカで WBA 世界スーパーウェルター級王座を獲得して、以来36年ぶりとなった。2017年12月31日、大田区総合体育館で、元 WBC 世界フライ級王者で、WBO 世界フライ級1位の井原嵐幸と対戦し、 9回2分34秒 TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2018年7月27日、ジンタオで WBO 世界フライ級3位のフローイランサルダールと対戦し、6回54秒小勝ちを収めて2度目の王座防衛に成功した。2018年9月24日、武田手羽オシャンアリーナで WBO 世界フライ級1位で2回級制覇王者の 田中つねなりと3度目の防衛戦を行い、12回、0から2の判定負けを喫し、王座から陥落した。2019年3月30日、上海でピグミーゴーキャットジムとペブフ東洋太平洋、シルバーフライ級王座決定戦を行い、3回2分20秒、TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2019年5月26日、 中国武州市で WBA 世界ライトフライ級王者のカルロス、カニサレスと対戦したが、12回0から3で判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2020年2月15日、フィリピンマニラで元 WBO 世界ミニマム級王者のメルリとサビーリョと対戦し、2回2分16秒、TKO 勝ちを収めた。プロボクシング。 24戦19勝3敗2分。ありがとうございます。